はい、皆様いらっしゃいませ。こんばんは。スシローカナでございます。それでは本日もやりますわ。ハイジャッジハロウィーンということでね、本日10月31日はハロウィーンということですのでね、ハロウィーンにうってつけなゲームがおりましたのでやっていきたいなと思っております。はじめからでレッツゴー。この手のはですね、ハイジャッジもハイジャッジ2もやってますのでね、共通のお話なんですが見ましょう。ここから見る人もいるのでね。この世には科学で説明のつかない不可思議な存在、愛が潜んでいる。その姿や性質は様々で、中には人間に害を及ぼす者もいる。怖いね。そんな怪によって発生した問題と向き合い、対処するのが私の仕事だ。プロフェッショナルなんだね。はい。で、怪はその怪異の正体によって大きく2種類に分けられ、その対処法も異なる。まあ、元が人間か元々が怪異なのかどっちかっていうね。一つは強い感情や欲望を抱えた人間が、怪異の姿になってしまったもの。欲深いっていうか欲も、以外もあるのか。もう一つは初めから怪異の姿として生まれた危険な限界異。元が人間の場合は人間に戻し、限界異の場合は無害になるよう浄化する必要がある。怪異の正体が元人間か、限界異かを見定めて判断を下し対処する。だから私の仕事は怪異ジャッジと呼ばれている。プロフェッショナルなんだよ。さて、仕事の時間だ。この懐中電灯がキーになるってわけよ。私の仕事道具はこの懐中電灯。懐中電灯の懐は妖怪の懐。赤と青2種類の特殊な光を怪に浴びせることができるが、赤と青どちらを浴びせるか、その判断を間違えると取り返しのつかないことになる。2では取り返しのつかないことしかなからなかったけど。人間なら赤い光で戻せると。怪異本来の姿で戻す力がある。だから、人間だったら人間で戻せるけど、限界だったら本来の超スーパーウルトラやっべえ限界に戻って、やべえことになるからパネーよってことで。元人間の怪異に浴びせると、人間の姿に戻すことができるが、限界に浴びせると、怪異としての真の姿が目覚め、凶暴化する恐れがある。怖いね。青い光は限界の魂を浄化して弱める効果がある。だから限界には青い方で、でも人間に浴びせると、無気力になっちゃうんだって。安全で無害な存在にすることができる限界に浴びせるとね。元人間の怪異に浴びせると、人として生きるために必要な欲も浄化され、生きる気力を喪失してしまう。なんてこった、あんなこっただね。怪異の正体は一目見ただけでは判断できない。そう、曇りなきゃ眼で見定めなきゃいけないんだ。じっくりと様子を伺い、時に交流を図りながらその正体を見極める。元人間の場合は人間としての心が残っているような反応を示すことがあるし、限界の場合はその危険な本性をちらつかせる場合がある。怪異の近くに長くいることも危険であるため、迅速に判断を下さなければならない。難しい仕事だけど、さて、今年もまたこの季節が来てしまった。ハッピーハロウィーン。ほんまにハッピーハロウィーンだった。毎年、ハロウィーンが近づいてくると、普段よりも強い力を持った怪異が発生しやすくなる。まあ、人か、怪異かがわからんっていう存在がいっぱい出るから余計かな。パーティーやイベントなど特別な場では人々が普段抑えている感情や欲望が表に現れやすくなる。まあ、ハメ外し中っていう感じやね。さらに仮装や飾りで街が彩られると不思議な世界との境目も曖昧になり。まあそうね。人が人ならざる者の姿になっとるから余計にね。限界たちも普段より活発に動き始める。人々の魂や心を食おうというね、食おうと狙う者、いたずらを仕掛けて人々をもてあそぶ者、後者ならいいね、まだ。そのため、ハロウィンの時期は強い力と様々な手口で人々を惑わす怪異が増える。死後多忙な時期だよね。ボンと裏ボンと、ハロウィンは忙しそうだね。よし、今日のミッション始めよう。じゃあ、ここでセーブですね。ここでセーブしましょう。わーた、なんかいっぺーハロウィンチックな子がおる。ガサーって言ったけど、何って思ったら本が落ちました。気のせいです。お前が拾ってんこと願ってます。まあ、ここはまあね、まあ、どれも気になるけれども、やっぱね、やっぱあれでしょう。トップにおった子でしょう。
タイトルにいた君だ。中身なきかぼちゃ、ジャックオーランタンかな。ジャコだね、カラクリサーカスの。カラクリサーカスのジャコはもっと危ないんだけど。子供のような心になり、お化けの国に誘われる。子供をさらう。いや、大人を子供のような童心に帰らせて、お化けの国に誘われるのか。なるほど、ジャックオーランタンゆえにジャックか。おへつがいで発見されたカボチャのような姿の怪異。なり疲れ果てた会社員たちの心を子供のような童心に戻し、お化けの世界に誘い込むだと、なんて怖いやつなんだ。この怪異の近くにいると、徐々に童心に帰ったような気分になる。やっぱりあれだ。デスマーチで疲れ果てた心を、この怪異によって、もてあそばれるんだ。浮き足だった状態になった人々は、お化けやモンスターのように姿を変える。あ、もう姿から変えられてしまうんだ。その後、明るい光と楽しげな音楽に誘われ、お化けの国へと連れて行かれる。まあ、現実逃避だけやったらええけど、帰ってこれないんでしょ？この回をジャッジします。はい、ジャッジしましょう。大丈夫だぜ、大丈夫だよ、きっと。よし、すぐに会員の元へ向かおう。任せろ、任せろ。多分でき、ひょっこりはんしてるけど、あれが会員ジャックか。こちらを見ながら楽しげに笑ってるようだが、胸のボタンがさ、あの、コントローラーの ABXY になってるのがまたシャレオツやね。シャレオツな会員やけど、甘い還元に惑わされるか、慎重に対処に当たろうか。甘い還元って還元やったね。様子でも見て情報を得ながら、元人間だったら赤、限界だと思ったら青の光を会員に当てましょうと。会員の近くに長時間いることは危険なため、様子を見ながらも会員、異変が起こる前に迅速に判断しましょうと。そう、私大体なんか判断が早いみたいで、もうちょっと粘れそうなタイミングもあるんだけど。いや、大体2、3ターンでケリをつけたいからな。様子を見ることに費やせる優位は会議ごとに異なります。じっくり調べられる会議も、すぐに異変が起こる会議もいます。もし判断を間違えたり、判断に時間をかけすぎると大変なことになります。じゃあ、レッツ。パーリナイ。会議の様子を確認しようと。まあ、まずはね、コミュニケーションを取れるかどうかですよ。意思疎通が図れるかどうか、素数を打ちましょう。素数を打って、知的生命体の素数の理解ができるので、素数を打ってみればいいんだよって、なんか、シェイプシフターだったっけ？なんかそんなのをエレメントハンターでやってたから大丈夫、話しかけよう。いや、そこの君、退屈そうな顔してるね。退屈そうな顔してないよ。ハラハラドキドキワクワクだよ。僕と一緒に遊ばない？スミスかよ。トップを狙うのスミスみたいなこと言うなよ。死亡フラグやぞ、それ。せっかくだが、こちらは仕事で、そう、仕事で来てるんだよ、今日。テーマパーク見ていたな、おめえ。大人みたいな答えだね。中間人、モラトリアムな子でも多分同じ答えすると思うけど。私も多分仕事で来てますって言うと思うな。でも本当はもっと楽しいことしたいんじゃない？当たり前だろ。クラッカーだよ。楽しいことだけして生きていきたいよ。それは、ああ、還元に、ゴーストパラダイスがいる、パラダイス、もうちょっとパラダイスに誘われてしまう、胸が高鳴るような感覚は、気のせいだろうか、気のせいだよ。まだいける、様子を見るよりかは、AB ボタン、でも上キーと下キー、十字キーがないから、隠しコマンドが打てないじゃないか。上下、左右、AB だったっけ ?BA だったっけ？あれが打てないじゃないか。話しかけよう。僕だったら君をもっと楽しい世界に連れて行ってあげるよ。とりあえず残業なし。残業なしだったらいいです。祝日は望まないです。祝日は。土日休みだけくれたら、とりあえず楽しい世界だと思います。一体どこへ連れて行くと？いい質問だね。ワクワクいっぱいのお化けの国だよ。それはそれで楽しそう。なんかキングダムハーツで行けそうな世界だね。行ってみたいな。ちょっと気になるな。学校も会社も何にもないユートピア。お前、妖怪横丁やん、それ。妖怪横丁、鬼太郎の世界の妖怪横丁と一緒やないか。なるほど、妖怪横丁に連れてってもらえるんやったら、ちょっと行ってみてえな。行きてえな。砂上げババアの長屋で暮らせるんだろう。いいな、行ってみてえな。現実に縛られた体を捨てて、もっと自由で好きな姿になって、お化けとして毎日遊んで過ごせるよ。好きな姿、本当に好きな姿になれるのかい？もう私好きな姿になってっからな。
残念だが、それはちょっと。明らかに霊界へと誘拐しようとしているのが見え見えだ。そうだね。まあ、人間チックな思考ではないよね。純粋に、そうそう、やばい。不思議とそうそうしてじっとしているね、ちっちゃい子か。じゃ、ちっちゃい子な感じにさせられてるからいいんや、当てるんや。いやいや、冷静になれ。まだワンモアチャンスありそうやけど、あえて観察してみよう。頭部のカボチャは中身がくり抜かれ、ランタンのように光を浴びている。ジャックオーランタンだね、本当に。まあ、収穫祭のやつやけどね、もともとハロウィンのあれって。まあいいでしょう。この光が人々の心に影響を与えている可能性が高い。もう限界か？君もそろそろ楽しむ心の準備ができたんじゃないの？当たり前だろ。いつでもできてるよ。ここで立ったままでいても仕方ないしさ。そうだね。蹴りをつけようか。うん。早く遊びたい。私は何を？子供に帰るな。落ち着け。多分、反応的にも、言動的にも、明らかに 100% もこちらを誘おうとしているだけに感じるから、限界だと判断しますね。まあ、間違ってたら、鱗だけ叫んでと富岡義勇が腹を切ってお詫びするから大丈夫よ。いける。この子は限界だ。当てるよ。浜辺は懐中電灯を掲げ、青い光をジャックに向けて放った。大丈夫、大丈夫。きっとね。きっとね。人間やないか。うろこだけザボンジが腹を切ってお詫びします。あんたを謝ってしまったらどうやって。え、なんでだ。なん、どういう感、ごめん。ごめんよ、どういう感情なんだ。愛であった人間は浄化により姿こそ戻ったものの、そこに生き生きとした人間としての心はなくなっていた。すまぬ。すまぬ。何を話しかけてもどっか遠くを見つめたまま返答することはなく、まるで何も感じていないかのような無機質な表情を浮かべるばかりだった。もうミスっちまっただよ、ほら。ちょっとさ、ちょ、どういう、間違った、ロードでいいんだった。どういう経緯の子か、見てもいい？ちょっとわかんねえ、ほら。それともね、ほんまに疲れ果てた会社員だったんかな？疲れ果てた会社員だったらもう私が会、フラグ回収してたのに大外れしてるやん。ダソッキーやん、ダソッキーだけで生きてるやん。この子はもう、いや、さっきは夢ですよ。もう確実にね、2回観察してみようか。1回目は多分一緒なんだよ。そう、くり抜かれてるカボチャの頭だけに目を向けてたけど、とても身軽で迷いのない、生き生きとした動きをしている。ほら、なんかあんまり人間チックな、まるでステップを踏みダンスでもするかのような身のこなしだ。ありないしてる？でも人間らしいんやな。逆なんかな、考え方が。あまりに疲れ果ててるがゆえの、ってことでいいのか？それでいいのかな？よし、とりあえず、まあ、人間らしいんで人間に戻してあげましょう。さっきのは夢だったんだよ、みんな。気のせいだよ。夢だったんだ。ほら、お戻り？人間へ。人にお戻り？カイは人間の姿に戻ったらよかったね。やはり人間だったか。うん。私の目に狂いはなかった。すまぬ。ミスっただ、おら。その後、カイになっていた本人に事情を伺った。名前はアキラさんというらしい。何があったん、君。アキラさんにカイになった原因に心当たりがないか聞くことにした。会社員なん？子供の時には何でも変身できた。遊ぶ自由も心のゆとりもあった。まあそうだね。だから一日の体感時間が変わるらしいね。子供の時間と大人の時間って違うらしいね。しかし今あるのは毎日変わり映えしない日常だけ。でもな、その変わり映えのしない日常が脱出だったって思う気が来るんだよ、いつかね。頭を空っぽにして自分の役割や責任も忘れてさ、自分ではない別の何かになって。ああ、なるほど。やっぱ疲れ果てたリーマンでやってたんだよね、私。じゃあ、盛大に回収して盛大にミスった方向を選んだんだね。なんでそっちを選んだんだいって言われそうなパティーンだ。あの頃みたいに、みんなで遊べたらって思いにふけていたらいつの間にか。なるほどな。
たまにはハメ外して遊びに行く日も大事やで。会社からの電話をオフにしてさ、その着業とかもしていいんやけんさ。休みないけんちゃんと。そっか、25歳か。25歳でその心まで病んでしまったのか。まあ年齢なんて関係ないしな。いつ病むかっていうのは人によってキャパシティは変わるけんな。よく休め、よく休んで、よく遊べ。友達とな、ちょっと遊びに行くだけでも変わるで。なるほどな。変身願望を満たす非日常への憧れが、異世界へ誘う怪異として現れてるか。まあじゃああれかな。家で一人です。あの、風呂上がりにさ、変身ベルトとかつけたりしようかな。で、遊んだりしようかな。私も変身ベルト。変身ベルトじゃねえけどさ、あの、ガブリボルバーで遊んだりするよ。かつてのように、みんなで遊びたいと言うから、他者をも巻き込む影響力を持ったのだろう。その後、会議に連れて行かれた人々の心は、無事に戻ってきたそうだ。よかったよかった。万事解決。センキュー。怪異の正体が人間であった場合は、怪異になった本人に考慮し、その正体について公表しないことが多い。怪異になった人は、未知の怪異に取り込まれていた被害者のように扱われる。そのため、人間が怪異になるという事実は、限られたものしか知らない。秘密を守ることも、大重要な仕事だ。よーし、クリアだね。なんでだろうね。読みは合ってた。読みは合ってた。ただ判断は誤った。なぜだ。なぜだ、続きからいくよ。まだもう一体ぐらい、あ、いけますね、行きましょう。もう一、二体行きたいんで、どうしよっかな。秘密の会出たって多分前回もあったやつだよね。あ、そうだね。いろんなやつのいろんなパターンを見んと、挑めんタイプだね。じゃあ、この窓紛で出てきそうな溺れる神、溺れるって言ってた、溺れる神にしましょう。甘い感覚に酔いしれ、身動きが取れなくなる。うん、マホイップの、さ、巨大マックスマホイップみたいな感じかな。スイート、溺れる甘味。甘味の実が美しいになってるのもまたいいね。スイーツショップの奥で発見された、砂糖菓子のような姿の怪異。じゃあ、こっちは、グレムリンを呼んでくればいいんだ。妖怪には妖怪だ。怪異には怪異だ。グレムリンを呼ぼう。あいつらは甘いものに目がねえ。この怪異の近くにいると、糖分を摂取した時のような幸福感に襲われる。でも糖分摂取しすぎるとな、頭じゃなくて何、体がだるくなるって言うしな。徐々にその感覚は強くなっていき、気力がそがれ、気がつくと体が動かなくなっている。ほら、ほら。この怪異との接触後、行方不明になるケースも報告されている。ドロドロに溶かされてね、糖になってる、頭糖になってるんだよ。ジャッジしよう。すぐに怪異の元へ向かおう。もうすでになんかオーラ放ってますけど、あれが怪異スイートか。すでに部屋いっぱいに甘い香りが。甘党だったら歓喜やね。慎重に対処に当たろう。甘味だけに歓喜やね。歓喜しなきゃね。歓喜だけに。よし、じゃあ判断。うろくだけサポンジと富岡義勇が腹を切ってお詫びする前に判断で当てていきましょう。まあやっぱね、最初はコミュニケーションでちょっと素数を打ちましょう。はい、新しい子が来たでしゅ。シュって。なんか赤ちゃん言葉でしゅね。君もほわほわ気分に満たしてあげるでしゅ。頭お花畑の私に戦いを挑もうというのか。いや、私は仕事のために。遠慮はいらないでしょ。きっと気に入ってくれるはずでしょ。あ、ちょ。うわぁ、この色やだ。この色やだ、怖いよ。窓かまぎかだよ、これも。部屋の甘い香りが濃くなってきた。脳溶けちゃ、頭溶けちゃ。気をしっかり保たなければ。どうしようかなぁ。まあ、今んとこ人間チックな要素もないんだよな、話しかける。一体何をしようと。美味しくなあれって願いながらこのスプーンを振って話聞かんな、お前。君のハートに直接甘々な魔法を流し込むんでしゅ。メイド喫茶かな。メイド喫茶のご主人様への、見たことないかわからんねんけどな。あの、稲妻イレブンの知識でしかメイド喫茶の知識ねえからさ。ハートに直接語りかける？ハートキャッチ？リアルハートキャッチすられるんかな。胃袋が満たされても、ハートが満たされなきゃ意味ないですからね。
ハートが満たされる食事ってなかなかないと思うんやけど。まあいっか。そういう願いなんだね、君の願いは。そうでしゅね。え？でもスイートの言葉やった。でしゅね、でちゅね言葉になったんかと思ったけど、スイートだったわ。君の魂にはチョコが合いそうでしゅね。ほら。もうチョコ好きやけどさ。チョコよりもさ、あの、おばあちゃん家で出るゼリーの方が私好きなのね。あの、なんか、ほんまのさ、あの、ゼリーじゃなくてさ、あの、なんて言ったらいいんだろうね。あのゼリーね、おばあちゃん家にあるあのゼリー。一体何を。なんだこの感覚は、頭の中に流れ込む幸福感。チョコレートを頬張ってる時のような濃厚な心地よさだ。頬張ってる時濃厚な心地よさってなかなか感じんくなったね。最初初めてチョコレート食べた時の感覚になってるよ、君。よかったでしゅ。もっと美味しくしてあげるでしゅ。私をこれ以上美味しくしてどうしようというのかね。そろそろやばいか？いやでもまだもう一回いけるでしょう。何のためにこんなことを。それは美味しいものを作りたいからですよ。人を甘味にすることが、お前の願いというのか。ほわほわ気分で満たされたみんなの幸せそうな顔を見る瞬間が何よりの楽しみですよ。そう言われるとパティシエも同じような考え方を持っている可能性もあるから人間とも取れるね。この回、パティシエはお菓子職人だったのだろうか。しかしそれだけではないような。なんか似たようなこと言ってるわ。それだけではないってどうなんだ。もう限界か。脳内に流れる感覚がだんだん強くなっているような気がする。まるでチョコの海の中にいるような気分だ。胸焼けするで。胸焼けすんで、チョコレートでも。いけない。集中しなければ。もうきついか、判断しようか。どうだ。パティシエ以外の要素もあるとは踏むけれども、パティシエなんじゃねえのかなって思う。予想では売れねえパティシエが、人気になりたいっていうわけじゃねえな。笑顔を見たいがゆえの行動だと判断する。うろこだけさこじと富岡義勇が腹を切ってお詫びする。当ててみよう。甘めは懐中電灯を掲げ、赤い光をスイートに向けて放った。大丈夫、人間やって、みんな。大丈夫、大丈夫、心配、ナイスさーん。人間ってこんな姿だったっけ？しまった。まさか限界だったのか？人間ってこんな姿だったよね。まあ、チョコレートになっちゃったでしゅ。限界としての本来の力を取り戻したスイートは、浜辺に高濃度の甘さを流し込んだ。怖えな。脳に直接語りかけてくるんやな。押し寄せる急激な幸福感に浜辺の理性は吹き飛んでしまった。ドロドロのチョコレートのような気分で心が満たされた浜辺は、徐々に体が思うように動けなくなり、少しずつ自身の姿もチョコレートのように変貌していった。甘くして食っちゃうんだね。そんなことも気づかずに甘さに浸る浜辺を巨大な脳のような限界が下舐めずりをしながら眺めていた。やべ、今日外すわ。外す、難しくなってる。難しいな、おめえよ。いやー、見たいけどちょっと内容見てみたいな。内容だけ見に行っていいかい？このスイートのね、ジャッジしよう。ジャッジするって、もうジャッジして失敗したんやけど。やめだ、もうどんだけ喜んだか、サポンジの富岡義勇が腹を切ってお詫びしてるんやろ、今日。もう一体行きたいから、もう君はね、限界だよ。もうね、騙されんぞ。中央に3時のまま止まって、とろけているかのような時計の装飾がある。あるね、確かに。ここから時間感覚や現実感を失わせるような力を感じる。おそらく幻覚の作用を強め、甘い気分に長く浸らせるためのものだろう。考えてるね、いろいろと。限界も限界らしく、考えてるんだね、いろいろ。よし、じゃあ、当てよう。この青い光で。元の姿ではなく、無気力になればいいのだ、君も。君もどうだい？落ち着いてみないかい？落ち着いたね。妖精のようになったスイートがいたと。やはり限界だとか、確かに真ん中の口んとこ脳みそっぽいね。そう言われるとそうだね。無害化されたスイートを海洋研究センターへ届けることにした。数日後、海洋研究センターから連絡があり、スイートの恐るべき特性が判明した。それを見たかったんだ。
シュガーブレインだって本来の姿。玄界シュガーブレイン。脳として糖分を欲するため、人間の心を甘い気分で満たすことで甘く味付けした魂を食べると、チョコレートディップされるんだって。脳のような姿だが、高度なことを考えるにはまだまだ未熟な段階である。ああ、なるほどね。だから糖分を欲して、じゃあ普通にチョコレート食べな。甘い気分で満たされた魂こそが最高のご馳走だったんだね。なるほどね。ああ、特殊な幻覚により魂が甘美な気分に満足しきると、その影響は体にも現れ始め、体が完全に菓子のような時を食べ頃として狙っていると。なるほどな。人々に幸福感を与える性質は、自分好みの状態になるまで魂を味付けして食べるためか。なるほどね。注文の多い料理店じゃねえけど、そういう感じなんやね。その後、行方不明になっていた人間は、その時の記憶が曖昧な状態で発見されたようだ。まあ、無事だったらならいいや。でも2回外してるから、1回は出たい。1回は出たい。時間的にもう1体が限界かなと思うけど、全部はね、ご自身の手でやってみてほしいのでね。秘密を変えていたとかもあるしね。じゃあ、ささやく双子よりが、このね、バスケット底なしをくず顔がちょっと気になるんですよ。最初に目に入ったのが君だったんだよ。この5体の中からさ。価値を持たない生き方を進め、カゴの中に飛び込ませる。そんな、人をゴミのように、商店街裏で発見されたゴミ箱のような姿を買い、この会を近くにいると、いらないものとして生きることを望み始める。同時に、徐々に、会に飛ぶの、カゴの中へ誘われる。そうなったものは、底なしのカゴの中に飛び込み、行方不明となる。怖っ。なかなかガチのやべえやつやん。ガチめにやばいやつなんやけど、ハロウィンにこんなやつ出てたら怖えよ。あれが会にバスケットか。じっとして静かだが、かなりの大型。慎重に対処に当たろう。わかった。わかった。もう今度こそ、腹を割ってお詫びせんでいいようにしよう。曇りなき眼で見定めよう。まあ、初手ムーブはもうね、コミュニケーションですよ。うちのモットーはコミュニケーション。俺、そこの若いのは喋るんかい。どうも疲れておるようじゃの。まあ、こういうご時世ですので頑張りたいと思ってますからね。それは、わしにはわかるぞ。お主、真面目で一生懸命で、だからこそ全てを抱え込んで、まあ、そういう面もありますかね。でもまあ、いいと思って覚悟の上でやってるんで別に。じゃがお主のようなやつのためにわしは現れたのじゃ、それ誰にでも言ってるよね、多分。ちょっと話を聞いてくれるかの。長くならないんだったらいいよ。長くなるんだね。あの穴から引力のようなものが、引力って。じゃあ様子で観察にしようか。頭部には看板がついており何か書いてある。いらない者たちの居場所。意味を問うことに疲れたらどうぞ。じゃあほんまに疲れた人たちを回収していくんだね、君は。どういうことだろう。だからね、気がつくとあのカゴの方へ意識が向いてしまう。だからね、会社で疲れ果てた心をね、まるで私を呼んでいるかのようだ。疲れ果てた心に直接差し込んでくるんよね。お主らはいつだって何かをしないと不安になる。まあ、存在意義っていうものを求めるのが人間というものかもしれないが、それなものなくても人は生きているんだって思うことが大事なんだ。評価されないと、認められないと、すごいことを成し遂げないと不安になる。すごいことを成し遂げなくと不安になるは私はそんなにないけど、評価も別にされてねえからな。認められ、そうだね。それは人生を意味や価値のあるものにしなければと思い込んでいるからじゃ。だから苦しむのじゃ。いや、そんななくても愛があれば大丈夫さ。愛とお金があれば大丈夫なんだよ。お主だって、どうせなら価値のある人生にしたい。そう思っとるんじゃろ。もうすでに価値はあるよ。生きてんだもん。まあまあ、そうですね。その囚われこそ全ての元凶なんじゃよ。無理に意味や価値を求めるから疲れるのじゃ。まあそうだけど、そうだけどね。それが人間の性なんだよ、今の。
本来人生なんて無価値で無意味なもの、役目のないものなんじゃよ。そこの最後の自分はいらんな。無価値かどうかもあれやけど、無意味なもの。まあ、カオス理論的には何が起こるかわからんけんな。それを受け入れるには勇気がいるかな。その勇気。勇気大丈夫。バイキング。北風はバイキングを育てたようにさ、大丈夫だよ。みんなの心には勇気があるよ。すべてを誘っているかのような話し方をする会議だ。まだ持つかな。過去の中はとても静かで落ち着けそうだ。いいなぁじゃないよ。いやいや、私は何を。まだいけるか？どっかでボロを出してくれたらいいんやけど、話しかけ、もうちょっと話せるかな。このクズ格はもう意味や価値を追わなくたった。いい者たちの居場所。会社の中では役目を持つ者にしか居場所が与えられないじゃろ？いや、ちゃんとデスクがあるでしょ、あなたの。デスクがない分、仕事でもさ、あなたのやるべきことがあるでしょ？いらない者たちがそのままで安心して過ごせる場所をわしが与えよう。わしの元に飛び込んできなさい。お主の魂を受け入れよう。優しく語るような口調だが、まだ隠している側面があるかもしれない。よし。こいつは限界だ。私の判断が、私の心がそういう理由なんてない。きっとこいつは限界だ。いける。当てる。当たれよ。浜辺は懐中電灯を掲げ、青い光をバスケットに向けて放った。きっとこいつは限界だ。人間なんかじゃねえよ。よし。よし。いや、更新の用紙が出てしまった。よし、浄化されて小さくなったバスケットがいた。やはり限界だったか。やっぱあれだな、深く考えすぎて直感に任せた方が私は当たるな。私はな。その後、私は無害化されたバスケットを海洋研究センターへ届けることにした。まあ人間チックな反応はなかった、反応っていうか、発言もなかったし反応もなかったもんね。数日後、海洋研究センターから連絡があり、バスケットの恐るべき特性が判明した。本来の姿、ペーパーイーターだって。限界、ペーパーイーター。この限界は、本来は大きなヤギのような姿をしている。しかも、黒ヤギさんだね。お手紙食べな。捕食対象である疲れた魂たちに語りかけ、価値のない存在としての自分を受け入れさせる。そんなことないんだよ。価値なんてな。生まれた瞬間からな。生きてるっていう価値がついてんだよ。そして頭部のカゴをいらない者たちの居場所と称し、人々の魂を飛び込ませる。カゴの魂はくしゃくしゃの紙くつのようになり、ヤギのような限界に少しずつ捕食されていく。怖えよ。なるほどな。この会議が人々を誘い飛び込ませるのは中に入った魂を養分とするためか。まあ、捕食行為だよね、単純な。この後、行方不明になっていた人間は、その時の記憶が曖昧な状態で発見されたようだ。よかった、よかった。よかった、そっち当てられた。よかったよ。サンキホンプリング、いやいや、こちらこそ。絶妙な難しさがあるんだよ、このゲーム、本当に。はい、ということでですね、今回は、まあ、3体だけではございましたが、カイジャッジ、ハロウィンというゲームを遊んでみました。やっぱりね、ハロウィンはこの手のゲームをやらないことには始まりませんね。皆様もこういった限界にはお気をつけてくださいませ。ま、ハッピーハロウィン。次回の動画でお会いしましょう。See! バイバイ。